日本海を一望する東尋坊、明智光秀ゆかりの地、少年寺や丸岡城、福井県坂井市は雄大な自然に包まれながら歴史と文化を旅することができる町。九頭竜川の河口に位置する坂井市三国町、江戸から明治にかけて海運を支えたこの町は歴史や文化に思いを馳せる場所。丸岡城下にある一筆形状日本一短い手紙の館、そして日本海の幸越前ガニ。美味しいです。今回堺市をとても満喫することができました。堺市で大自然と歴史を散策する素敵な旅をお楽しみください。